赤星光家は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。赤星氏は、菊池氏の一族で、菊池武志坊の弟、赤星ゆるを祖とする。熊部氏、上司と共に、菊池氏の三家老家への一つで、被護国の有力な国人領主であった。協力3年、赤星、親家の子として誕生。 父、親家と近隣の兄弟勢力である、大友吉宗から一時ずつ取って、当家と名乗る。父、親家の死後、ワイフ上主となる。竜蔵寺隆信が日後に信仰すると、二人の子を人質に出して降伏した。しかし、竜蔵寺氏からの三人要請を幾度も無視したため、疑心ありとみなされ、天正11年には差し出していた人質が処刑された。 これを大いに恨んだ、東家は、反流造寺の旗色を鮮明にして、島津市の幕下に入り、翌天正十二年の沖田縄手の戦いでは先鋒を務めた。島津家久の陣に、赤装族に縄出す木という出立ちで、50人の兵と共に参加している。しかし、以後も、島津市と共に行動したことが原因で、豊臣秀吉の九州平定の後に所領を、 没収され、最後は、阿波国で死去した。なお、十日の娘は、築後国柳川城の鎌地鎮さざ並みの性質であり、旧毛官房の室となった、鎌地徳子の母親とされる。また、加藤清正に仕えた、赤星近竹は、十日の子とされる。十四歳の息子、新六郎と八歳の娘の兄弟。ありがとうございます。